久保さん秋葉原といえば僕がまああのパソコンの最初街でねお宅の街に変わってったと思うんですけども、まあ、僕がまだまあうる覚えというかね Windows98 が出た時に、まあ、みんな行列を並んでね、あのー、買ってたみたいなはいということでデデデ久保さん届きました110万円 110万円のノートパソコンです。110万。<laughs> ついに100万を超えるパソコンを買うようになりました。ネットビジネス歴、今年で20年。20年たつと110万になりましたね。はい、まあね、あの Windows98 から、このここの m この m 今最新の、ね、M3Max のチップ、全く性能違うと思うんですけども。そう 前ね、久保さんもなんか言ってたと思うんですけど、まあ、久保さん、その、Windows98 とか、パソコン、昔から出てたし、触れてたっていう人、いっぱいいると思うんですよね。なんだけど、結局、それを使ってお金を稼げるかどうかとはまた違くてね。うーん。違いますよね。<laughs> まあ、あとは、それになんか、うん、それで稼ごうと思ったか、思ってないかっていうのもあると思うんですけど、 そうどれだけやっぱパソコンの性能が上がってまあ ADSL もなくなりましてまあひひねなくなりますし光回線になってまあすごいいい環境になってるわけじゃないですか iPhone もねどんどん進化してでデバイスも環境も整ってるけども結局それで稼ごうと思わなければうんだ目の前にねすごい切れ味抜群の包丁があったとしてもそれを使おうと思わなければ。 まあ、なんか何の役にも立たないですよね。でも目の前にね、切れ味抜群の包丁はあるんですよ。でもそれの使い方を学ぶとかね、えその料理の仕方を学ぶっていうことをやんないと、その切れ味抜群の包丁は使い物にならないって話ですね。もはやあの指を切るって話ですよね。そう。うん。はい。だからまあ、久保さんもね、あの、すげえ高いパソコン使ってると思うんですけど、エイリアンの。そう。まあ僕はもうちょっとこれで終わりかな。 これちょっともう5、6年、7年ちょっと使おうかなと思います。相当もうこれ相当使えると思います。うん、スペックめちゃめちゃスペック高いので、うん、まあ、ぶっ壊れるまで使おうかなとは思いますけど、うん、どこまで持つかちょっとやってみようかなと思います。うん、う結構もう、iPhone 今僕 iPhone13 で今 iPhone15 出てますけど、iPhone13 でも十分なんですよ、今も。 iPhone 13もどこまで使えるかなっていう。まあ、だから、大体もう、アッパー、もう、まあ、これからもまた進化していくと思うんですけど、まあ、それ以上使うものねえよみたいな話ですよね。そう。で久保さんも僕も動画編集そんなしないので <laughs>、どうですか <laughs>。めちゃめちゃ高度な編集しないですよね。うん。だから、そこまでその、スペックいらないんですけども、ただね、便利な世の中になりましたね。 すごいですよ。うん。でも昔もね、多分高いパソコンあったと思うんですけど、昔のパソコンと今のパソコンじゃ、価格が一緒だったとしても全然性能違いますからね。うん。いやー、ちょっとね、なんか考え、意味深いですね。なんかパソコン1台で、あのー、稼げるっていう夢見てね、もう20年ネットビジネスをやってきましたけど、今年で20年になりますけど、 まあパソコンが僕を救ってくれたって感じですかね。最終的に <laughs>。まあ人は裏切るけどね。人は裏切ってくけども、パソコンは裏切んないんで。うん。そう。なんか久保さんはね、ビジネスが僕を救ってくれたみたいなのありますけど、パソコンが僕を救ってくれた。いってらっしゃい。